ごきげんよう、マナトです。ホワイトシャドウズ続きをプレイします。こんな姿になっちゃって、傘も手に入れたけどこんな姿に何が起きたんだろう。なんでこんなピカピカと理屈で考えちゃダメなんだな、感じろというところ、前回は電話が鳴って、これを取ったらここのバードタウン、ウェルカムトゥーバードタウン、ここの扉が開いたところまでやりました。そこかしこに感じる気配、鳥バードタウンということもあり、みんなこのカラスの少女みたいな鳥、お花の絵とかで思うに、あれですよね、大人とひな鳥しか見てこなかったこの世界で、なんだこの穴罠か、カラスの少女ぐらいの大きさの子たちって全然見かけたことないのって、なんだこれ、誘われてるのか。わあ、歓迎されてる？落とされた。傘のおかげでふわっと降りられる。あ、挟まっちゃったよ。え、傘ここまで？みんなが歌ってるな。バードタウンというだけあって、まあ鳥ちゃんたちの姿がめっちゃ見受けられる。で、特に話しかけられたりとか寄ってきたりとかしないしな。あ、向こうに電池。この子たちどうやって集まったんだろう。わ、これを弾けばいいの？めっちゃ伸びるやん。これどこまで行くんだ？全部伸ばせばいいのかな。あ、端っこ来て、あー、別に押してなくても大丈夫だった。あれー、あ、ちょ、あ、これ歓迎されてない邪魔されてしもうた。あの子に邪魔される前に向こうにたどり着く必要がある、のか。新しい、なんだろう、新入りへのテストみたいな？これが端っこだ。端は、あ、すごいな、向こうまで。え、全然余裕だった。よいしょ。あ、ライト。うわー、シーソーみたいになってる。グイーン。あー、ライトが落ちていく。ふっ、あん、あー、届いた。うわー、どこへ。ウィーアーなんとかかんとか。おー、ちょっと。ウィーアー。わ読めないあ、手前で音楽。いやー、背格好が子供だな。あの、ひな鳥にされる以外に逃げ延びてる子たちがいるんだ。自然に、お、上に、うわー、あ、もう全然ただじゃ行かせてもらえない。あ、ちょタイミングよ。タイミング。うわー、危ない。あー、今度はそういうこと？おにょん。ヒーロー。これはどんな罠なの？なんか手前、右側になんかブランコは見えた。ブランコは見えた。来るんだろ、それこっちに来るんだろ。うわー、しゃがめ。あの椅子
あ、もう一個来るか？もう一個来るか？ひょい。これは？これは？あー、うんうん。はい。千の古城みたいな。ダークソウル。ダークソウルで見たぞ、これ。おぉ！おぉ、ブンブン来るじゃない。あーん！うーん、届くか。あ、届いた。ここまでは順調？これ捕まればいい。うん。あ、登れそうだな。よいしょ。これは、あのはしご目指していくね。よっ。うん。いい感じ？いい感じ？うん。向こうに飛べばいい？よっ。Light is nothing. Light is nothing. ぴょん。結構な数いるな。お。おなじみのサムズアップフォアライト。しかし、フォアライズ。そんなのは嘘だ。うわ、嫌な感じだな。口。お、あ、そっか、これ二段構えなんだ。お、あおーん。なんか、なにこの応用編みたいな。これまでやってきたことの、なんか、集大成みたいな。ちょ、難しい。おお。わあ、振りが大きい、これ。よっ。いけるかな？あ、いけた。な、2個？ 2 個？あ、あ、あ、むず。パン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 って言った？いや、難しい。難しいのよ、タイミングが。ひょい。ここで。おい、うまい。三度目の正直でいけた。ここは？はい、はい、はい。おい、おい、おい、立体的ですね。おでもー。うん、よっ。よいしょ。これは一息に行きたい。一息に行きたいけど。オッケー。うわー、手汗がすごい。手汗がすごい。うわ、なんだここ。ん？え？誰？鍵持ってる。え？誰？ママ？え？ママなの？え、てか後ろの光ってるのなんだ？幻想的。白い。卵？チャプター4。Very important bird。
ても重要な鳥。カラスの少女のこと。なんだ、なんか特別な力を持ってるのか彼女は。手を引いてくれてるの誰？あらーあらーとかって。みんなが集まってる。ん？え、ここもなんかテレビ的なことするの？もうあんな目に遭うの嫌やぞ。VIP ベリーインポータントパート。なんか嫌な予感がする。いや、そうでもないか。なんかみんな子供じゃない？あ、ここへどうぞ。戸惑ってるな。あ、撫でてくれる。優しい。でもこの反応見るに初対面っぽいな。オールアニマルズアー行こう。すべての動物は平等。リンカーン大統領。あ、でも顔は狼。おお。あー、あれか、予言者って書かれてた。このおじさん、なんか傘で先にふわふわ飛んでたような気が。何が始まる？あ、動かせる。演劇か。これに入るの？お、あ、ああ、おなじみの、この世界でおなじみの、エレベーター動かせたりしますからね、この期間で。ああ、まだ、山外だ、雲が。これもしかして動かす方向が逆？あ、逆でした。ああ、太陽が昇って。太陽と月。お花、まあ、お家もあったりして。おお、戦争。太陽を殺した。戦争が起きて。ああ、世界が、太陽が。ああ。戦争が憎い。あー、そして空は雲が覆ってしまった。新しい世界を。あー、見てきたような今のこの世界。手に手を取り合って、ん？なんか他の動物？あ、じゃない、お面かぶってる。あー、いろんな動物を表してるんだ。かわいい。かわいいな。次はこれか、これ動かすのか。これ何？OSOSOS 結構な、重労働。でも一人の労力によってこう舞台装置が全部動くのってすごいな。オールアニマルズアイコール。あ、この時はまだ病気？狼に。怖っ。
ただし鳥を覗いて。あ、それで鳥類は、鳥たちは追放されたんだ。追い立てられるように、キルティ、いた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 、立ち止まったらなんかつつかれた。ああ、鳥かごへ。ああ、これが世界の成り立ちなのか。ああ、そして強制労働、強制労働、あのおぞましき、あの装置。え、ここも再現するんだ。これが鳥たちの現状。やっぱみんな子供だな、この人以外は。これはプレイヤーがこう、頑張れ、生まれた。卵。プロフェット、預言者は、これも一通り見てきたな。うん、オートメーション化された、この、あ、待って、これもしや卵が動けるぞ、これ動けるぞ、この卵。よいしょ。なんかこうやって卵を家の中に誘導して動かすゲームあったな。わあ、あ、この卵自由だ、割れなかったし。え、どこへどこへどこ行くんだい。あ、引っかかっちゃった。この卵、意志持ってるぞ。意志を持ってる。え、みんなとは違う道。長い。ああ、ピオちゃんたちの声がしてきた。え、やっぱみんなと同じところに。ああ、ピオちゃんたち。あ、私もピオちゃんだ。ピオちゃん、みんなが寄ってくる。なんでこんなにみんなに懐かれてるんだろう。汗食い寄ってくる。え、足早っ。おぉ、みんな、ついてきてるか。行くぞ、逃げるぞ。あ、だんだん読めてきたぞ。すごい。あ、みんなの協力により。わ、ここでもすごい。ダイナミック。そっか、これピオちゃんだから侵入者として認識されないんだ。え、なんかすごいことなってる。めっちゃ高くジャンプできる。みんなの力で、もうどれが自分かわかんない。みんなで行けばどんな高い壁だって乗り越えられるぜ。あ、やばい、ここはやばいぞ。みんな逃げろ。みんな、これ下に流されるぞ。下に流されるぞ。ああ、やだ。やだ、向こうに帰る。向こうに帰る。抵抗してみる。あ、挟まってる子がいるよ。
わあ、すごい数だ。相変わらずすごい数だ。どこ？私どれ？私どれだ？あー、目が光っておるよ、みんな。お、これ私か。あ、みんな向こうへ行っちゃダメなんだよ。みんなね、向こうに、あ、ちょっと待って、これ向こうに行けるんじゃない？あ、逃げられるんじゃないか。え、なんでみんな落ち、あ、みんなついてきちゃダメ。やっぱり、ちょっと。あの子たち、左側へ行けば、電池にされちゃうし。ああ、そう、あ、なっちゃう。私と一緒に行こうとすれば落ちちゃうしで。わあ、え、この子だけは、死の運命から逃れた。自由だ。自由だ。自由ピヨ。チュンチュン。チュンチュン。これどこまで行くんだろう。おお。大冒険。ああ、怖っ。おお、暴れておるの。なんか嫌なことでもあった？なんか嫌なことあった？でっかっ。ピオちゃんの視点だから大きく見えるのかな。このサイズの豚なのかな。見たことないぞ。ん？おお、吸い込まれる。どこへ？どこへ？装置作ったもんですよね、この世界の動物たち。あ、大きくなった。あ、追われる。あー、そしてカラスの少女。あー、出生の秘密。あのピオちゃんがこんなに大きな女の子に、こんな世界でたった一人でこんなに大きくなったのか。あ、なんか鳴ってる電話。お、危ない。追跡中だな。脱走したからか。いいよ。卵の頃からあんなに元気だったからな。まあ大きくなってこんなに動けるのも納得だ。あにゃーん。え？あ、これオープニングの。こっから始まったのはそういうことか。ここにはいないようだ。他を探そう。って言って助かったんだ。あれー、これどういう。あ、お母さんだ。巡り巡って。え、これ奇跡じゃない？預言者に預言された。こう、ベリーインポータントパードか。あっち？すごい、この世界でお母さんに会えるなんて本当に奇跡。母親の方も子供の顔を見ないし、ていうかなんだったらライトにされちゃう、電池にされちゃうから、こんな悲しいことってない。この世界で奇跡が起きた。どこへ。これはなんだ、お城。
あの光る丸いのがいっぱいあるな。迫害されてそれでも生き延びた鳥さんと、ひな鳥も偶然なんだろう、生き残ってあそこにたどり着いた子たちもちょっとは混じってるのかな。どこへ？中暗い。おお、プロフェット預言者。You can do it. ん？え、どこへ？あ、そこに使う。足が悪い。え、どのゾーン？え、なにこれ？なにこれ？どうなるのこれは。翼を得た。どうなってんだ。まあ、カラスだから飛ぶのは当たり前なんだけど。山と鳥の絵が描いてある。上に続いてる。おお。この塔は一体。でも、この羽も、作り物の羽っぽい。上に。うわ、なんだこれ。今のこの子みたいな。上が開かない。ああなんてわかりやすい。スイッチ？めっちゃかっこいい開き方する。The final chapter, The Prophet. 預言者。この狼がこの世界で一番偉い人。翼を得て直接対決しに行くのかな？地上を目指す？行けるとこまで飛んでけばいいのかな？なんかあの番組でピカピカさせられてたのがやっと溶けて、元のこの子に。明るいな。光の当たらないところでは、え、めっちゃ光ってる。光の当たらないところでは黒くて、彼らの作った明かりの中ではこんなに眩しい。
その対比を。この社会で誰が幸福を得られるというのか。ふわりふわり、こっちで合ってる？おお、終着地点。うん、普通にスイッチだった。よっよっ、鳥たち。ああ、ミオちゃんたち。卵から帰ったピオちゃんたちじゃないピオちゃんたちかな。やっぱりあの漏れこぼれた分が後々捕まっちゃってるのかな。あ、これ…あーでもな、ワンチャン落としたらピオちゃんたちが助からなくない？ピギーって言った。あ、無事無事、ごめんね。でも…あー理解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 、ごめん、多分そういうことなんだ。ああ、ここ入れるな。おお、ガッション、ガッション、ガッション、重たい。レバーが重たいな。ああ、翼があるっていいな。これ以上上に行かれない？ってわけじゃなかった。え？なにこれ、吸い込まれ？スポン、この音結構好きだな。スポン、おー、 Can make it。この支配された世界で支配者か。わあ、なんだ、どこだこれ。どっかに吸い込まれた。非常に印象的な背景。はい、というところで今回はここまでです。ついに翼を得たカラスの少女。あれ、翼？いやでもお母さんとまさか再会できるだなんて、奇跡だ、本当に奇跡だと思う。頑張ってここまで旅続けてきてよかった。出生の秘密、予言されし、ベリーインポータントバード、彼女こそがこの閉じ込められた世界を解き放つ鍵となるのか。毎回凝ったあの世界の見せ方とか驚きに満ちてて、めちゃめちゃやっぱ好きですね。はい、ということで、また次回続きプレイしたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。マナトでございました。ありがとうございました。もう愛しい夢の続き。